フェスティバル。それは一年に一度のお祭りである。さあ、今宵。よっしゃー、フェスティバル開催なので早速ガシャっていくぜ。さっきの OB は恥ずかしかったな。みんな忘れてくれ。とりあえず今回の狙いはバックに映っているスーパーサイヤ人4コンビ。性能はさておき、めちゃくちゃかっこいいっす。去年のフェスティバルがちょうどブルーコンビのタッチキャラだったから、それに合わせてきた感じになるね。皆さんはフェスティバルの直前の生放送を見ましたか？我々はあのナミヤスさんと一緒に見ていたんだが、話をしながら見る生放送も楽しかったんだぜ。しかしと思ったのが公式がツイートしていた画像があったんだが、まずこれ。みんな思ってたよね、スーパーイチロンが LL で実装とか、それが蓋開けてみたら EX での実装とか、EX キャラを公式ツイートで変な画像でユーザーに予測させるな、と。これは完全にやられた感じだよな。多分みんな同じ気持ちだと思ってるだがどうだろうか。そしてもう一つはこれ。この赤丸と青丸って一体何だったの？いろいろ考えてみたんだが全くわからなかったんだ。これは僕でジオンタップを指しているのだと思うんだけど、やっぱりよくわからないんです。これ知っている人、わかってる人がいたら教えてください。さてそろそろガシャに戻ろうかね。そういえばちゃんと見てなかったけど、最初の3連はどうだったの？そんなもん当たるわけもなく、ですよねー。死ぬファイト。俺は待って。お、何か来た。ここからが本当の勝負だ。身勝手悟空が出たぞ。あ、そっか。これって身勝手悟空も再録されてるのね。おかげさまで赤位置になりました。さあどんどん回していきましょう。やるしかねえか。ありゃあ。はっはっ。はっ。ここはノーマル SP 確定演出ですね。そういえばこのガシャは SP 確率 30% だったな。だからどんどん SP は出てくることになるだろう。こうなってくるとガシャ演出のありがたみがなくなるわね。宇宙のクソが今度の俺は一気にこのうむ、タップの他の字も見えないな。フェスティバルっていい思い出ないから今回も結構苦労することになりそうだな。ここ最近の LL クーラミキから全然当たりが来ないのよね。母体をゲットするだけでも一苦労してるんだよ。おお、今回は GC ステージがあるんだなと思ったら王子に邪魔されてちゃんと見れないやつ。まあまだ見る機会はあるでしょう。でもこの廃墟となったビルディングを見ているとやっぱり GT だなと思います。ここは数神論、三神論と戦ったステージになるわけか。かなりエモいぜ。俺を邪魔をす、あんまり子供行くぞ。許さないぞ。消えちまいな。地獄へ行け。本気で食消えろ。悪魔。やっぱり SP は出るけど狙い目はです。もうあれだ、母体出るまでガシャ終わらないを始めるしかないな。え？マジでやるの？うん、それやらないとゲットできないと思うんよ。つまり制約と制約。その内容とは？制約、母体をゲットできるまでガシャを続ける。制約、新キャラを必ずゲットする。それって単純に新キャラをゲットするまでガシャを続けるといういつもの流れと一緒なのではないか？ほんとねー。あと、今月は金がマジでないんだから自重しなさい。大丈夫だよ、何さ。このガシャは年明けまで続くから12月になってからの課金で大丈夫なんだよ。あ、そういうことなら問題ないね。スーズ。手間かい。あなたを倒し。このまあ本気で。ノリ。ここも出なかったか。まあ課金しないことに越したことはないから早めに当たってくれることを願うしかないな。続いてはステップアップ1周目最後の無用分です。おめえをぶっ倒す。ブルー演出ですね。いつものことですが、王子が来たら新キャラ確定です。そういえば、4コンビ以外の新キャラである17号さんも当たらないね。まああれはただの SP だからどこかで当たるでしょう。はい、いつもの通り王子は来ませんでした。最近はこの演出しかないものと思ってスマホをタップしています。だらし、さあ、逆流の月が、いや、貴様が
本気で。え？この私。さあ、あっという間に1周終わってしまいました。次は2周目ですね。ここからは例のごとく演出がしょぼかったらスキップしまくっていきますよ。回転率を上げていかないといけないからな。やるしかねえか。俺にやらせろ、カカロ。スキップ。もう一挙スキップ。早いぜ、回転率が高まるぜ。ほら、相手だ。お、例の新ステージですね。さっきは王子に邪魔されたのでゆっくり見てみましょう。よき。おや？貴様を許さねえ。LL バーダック、これはこれで嬉しい。他はスキップですね。さあ、どんどん行きましょう。ガシャ演出に今回 GT ステージが追加されたから、スーパーサイヤ人砲演出を追加してくれてもいいんじゃないかと思うぜ。みんな絶対にスーパーサイヤ人砲好きだもんな。だからこそ演出増やしてほしい。ここも王子はコズですね。おーおい、身勝手どんだけクリーンだよ。このままだと監督できるかもしれないな。監督は嬉しいが、今は4コンビだけが狙いだよ。はっはっは、全然出ねえ。まあ、ブロリーもビーストも母体ゲットするのに2、3万課金してるから、今回も覚悟が必要だな。あれ、これもしかして。やべ、復活もしないんかい。うーわ、SP 確率 30% で液体も SP 出ないとか、マジヤバいな今回。さすがにこれはないでよ。さあ、続いて3周目に入ります。今回の動画はこの3周で一旦区切りにするつもりだぜ。石はまだあるけど、動画編集のためだ。許してくれたまえ。スキップですね。スキップですね。出ないですね。だんだん感情がなくなってきました。おめえはオラに勝てねえ。こんなスーパーサイヤ人だ。そろそろ新キャラ確定演出が見たいよ。運営に届け我々の願い。行くぞ。やべ。運営に届かねえぜ。じゃあタップキャラは手に入らないね。とりあえず回すしかないんじゃー。元気玉演出か。懐かしいの。今度はだんだん悟りを開き始めている。こんなことが。スキップじゃ。本当に出ないね。まあまあ、こんなもんじゃろ。これは逆に、諦めの境地なのかもしれないな。おめえをぶっ倒す。あ、ここの演出はスキップしないんですね。新ステージだったからの。うお、SP5 体出てるけどいずれも所持しているやつだ。次で今回ラストじゃ。せめて17号出てくれや。おめえをぶっ倒す。何？この。
フリーザが好き、不可能。あ、LL いたけど、また名護くんか。そして3周回したが新キャラは1体もゲットできず。今回は今までにないぐらい渋いガシャだな。でもまだ回していくんで次の動画も待っててくださいな。それじゃあ、バイバイ。